みじん切りにした野菜人参のみじん切りみじん切りは食材の切り方の一つで極めて細かく切ること。また、その切ったもの。あられ切りよりも細かく1から2ミリメートル角程度に切る。みじん切りよりも少し大きめに刻む切り方はあら、みじんという。角切りによるみじん切りは食材をまず千切りにし、向きを変えて再び端から刻んで立方体にする。 この切り方をする代表的な野菜に、人参、セロリ、株などがある。フランスでは、1から2ミリメートル角の小さい角切りを、ブルノワーズという。ブルノワーズは、多くの料理で付け合わせとして使用される。コンソメの付け合わせにもよく使われ、角切りにした野菜は軽く塩茹でし、塩を加えた氷水に数秒間さらして、色を定着させる。大きさや形が揃っていると、 プロのように見た目の良い出来栄えとなる。包丁やフードプロセッサーを用いて角切りにするよりもさらに小さく食材を刻むことも多い。細かいみじん切りは食材と混ぜる際にしっかりと繋がり柔らかく滑らかな食感にする効果がある。しかし玉ねぎや根菜のようなやや硬い食材の食感を あえて残してみじん切りにするレシピも多い。ニンニク、生姜、ハーブなどの香味食材は、このようなみじん切りにすることで、よりムラなく、料理に風味がつく。また、組織を潰して、香味エキスを出すことで、ソースに均一に香りや味を行き渡らせることができる。ありがとうございます。